こんばんは、日常演武です。本日は2024年中秋の名月ということで、今年もお月見商品食べていきますよと思ったら、行ったお店であの人気キャラクターがいたので、彼と一緒にお月見を楽しんできました。果たして誰と行ったのか、サムネでも想像がつくかもしれませんけどね。それでは、はい、というわけで吉野家がカービィと共に2024年中月は祝っていきますと言っても、カービィ盛りはまあ普通に美味しい牛丼でした。で、吉野家の月見メニューであるネギラー油卵とじ牛丼はピリッとしたラー油の刺激が本当に美味しかった。というわけでいかがでしたか。2024年中秋の名月は吉野家の月見なんでしょう、ネギラー油金卵とじ月見卵とじ丼だったかなと、カービィ盛りで楽しみました。去年に比べると随分とうとう思われたかもしれませんね。もしあなたが去年の動画を見てくださったのであれば。そう、去年は結構派手にお肉食べたんですけど、ちょっとあの後マジで胃の底が抜けかけたので、ちょっと今年は控えめにして、少し工夫されてきたかな。まあ、美味しかったので、また来年もお月見したいですね。それでは、本日もご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。ではまた次回の演目でお会いしましょう。演武終演。